J38 第二次世界大戦期にアメリカ軍で使用されたモデルストレートキーと呼ばれるスタイル電券とは電気信号を断続してモールス符号を出力するための装置であるモールス符号で通信を行うには総合無線通信士及び国内電信給陸上特殊無線技師の国家試験の電気通信術では受験者は持参した電券を使用できる 聞き手で操作し受信時には、筆記具に持ち帰る人と、聞き手に筆記用具を持ったままで聞き手と反対の手で操作する人がいる。縦振れ電券、または通称米付きバッタ。英語では、ストレートキー、シングルキーという。電券の基本とされるもので、つまみを上下に動かすことで、モールス符号を送信する。操作方法は主に反動式と安価式がある。 自由に通信速度を設定できる長所があるが、単点、頂点のタイミングの調整は全て手動であるため、正確な符号を送信するには相当の訓練を必要とする。業務用には、機台に大理石を使って安定性を増したもの、ボールベアリングを用いて摩擦を減らしたもの、接点を研磨する手間を省くために、金接点や銀接点、タングステン接点を施したものなどがある。 動作原理と構造横ブれ電源とも言う。板状のつまみを左右に動かすことで、モールス符号を送信する。口述の自動電源とは違い、一頂点、短点ごとに操作しなければならない。短式の機構を横に倒した構造である。半自動電源の内部おもりの振動などの機構により、短点のみを自動的に送信する電源。英語ではバグキーという。 レバーを右に押すと内蔵の振り子の作用で端点が自動的に送信される。左に押すと接点がつながったままになるので手動で断続して頂点とする。高速度の送信が可能であることから自動電源が普及する以前には業務用に広く用いられた。日本ではハイモンドエレクトロ社だけが唯一 PK100 を生産していたが打ち切ったため現在は バイブロプレックス社の製品のみしかない。なお、バグキーの名は世界で初めて開発したバイブロプレックスがホダルを車掌として刻んでいたことに由来する。自動電源で2枚パドルのもの。パドルエレクトリックキーヤーのキット電子回路により、端点と頂点を自動的に送信する電源である。操作には2つの接点を持つ専用のパドルを用いる。 パドルのレバーは1枚のものと2枚のものがある。エレクトリックキーヤーとも呼ばれる。エレキーと略されるが、これは、かつみ電気の登録商標となっている。2枚パドルのものは両方を絞るようにつまむことで、頂点と短点が交互に連続して送信でき、C や F、AR などが効率的に発生させられる。この動作をするものを、アイアンビックキーヤーあるいはスクイズキーヤーという、 また、送信した符号を記憶、再生するメモリ機能を備えていることが多い。メモリ機能を備えているエレクトリックキーヤーはメモリキーヤーと呼ばれることもある。本体とパドルが別になっている製品もあり、このような製品では自分の好みのパドルを外部接続できる。さらには、機械接点ではなく、高接点になったものさえ存在する。 当然だが、操作音がしない代わりに、パドルにも電源が必要になる。自動電源の利用方法、編集自動電源を利用するには、エレクトリックキーヤーの機能を持つ回路が必要である。最近のメーカー製の無線機で、CW モードが送受信できる機種では、エレクトリックキーヤーの回路が内蔵されているのが、普通である。このような場合、無線機にパドルを接続するだけで、 自動電源が利用できる。CW モードに対応しているが、エレクトリックキーヤーの回路が内蔵されていない無線機の場合、そのままでは短式電源は使用できるが自動電源は使用できない。このような場合、外部にエレクトリックキーヤーの回路を用意する必要がある。エレクトリックキーヤーの回路は完成品やキットが市販されているし、一から自作することもできる。 自動電源を使用するには、エレクトリックキーヤーのパドル接続端子にパドルをキーリング出力端子を無線機の電源端子にそれぞれ接続する。また、エレクトリックキーヤーとパドルとが一体になった電源も存在する。この場合は、その電源のキーリング出力端子を無線機の電源端子に接続するだけで自動電源が利用できる。 無線機にエレクトリックキーヤーの回路が内蔵されていてもその機能が気に入らない場合は内蔵のエレクトリックキーヤーを使用せず好みの機能を持つエレクトリックキーヤーを外付けして利用することもできる。エレクトリックキーヤーは最低限の機能として端点と頂点とを出力できなければならない。次に打鍵するスピードを速くしたり遅くしたり調節できる機能もほとんど必須と言って良い。 初期のエレクトリックキーヤーは自作品が多かったため最低限の機能を持つだけか、それに打鍵スピードを調節できる機能を付加しただけのものが多かった。これは当時入手できる電子部品で高機能な回路を作ろうとすると部品点数が多くなったり回路が複雑になったりしたためや自分専用に使用するので低機能でも本人が満足できる出来栄えであればよかったからといった事情がある。 最近では、無線機内蔵であれ、外付けであれ、市販の完成品やキット、あるいは自作品であれ、高機能のエレクトリックキーヤーが一般的に使われるようになった。例えば、スクイーズ操作に対応したり、よく打鍵する文字列を複数メモリしておき、ボタンを押すだけでメモリに登録してある複数の文字列の中から5つを選んで自動的に打鍵したりするなどの機能などである。 高機能のエレクトリックキーや回路が利用できるようになったのは小型で高機能の電子部品が安価で入手し利用できるようになったためである。ありがとうございます。